グラハムは、ノースカロライナ大学の学長を務めた後、アメリカ上院議員になっている。グラハムは3年間マイナーリーグでプレーした後、1905年にニューヨークジャイアンツの選手として登録される。初めてメジャーリーグベースボールの試合に出場したのは、同年の6月29日、タイブルックリンスパーバス戦で、彼は8回裏にジョージ・ブラウンに代わって、ライトの守備位置につく。 続く9回表のジャイアンツの攻撃は彼の打席の一つ前で終了。打席に立たないままその試合を終えることになる。彼のジャイアンツでの出場試合は結局この1試合のみでメジャーリーグでの経歴を打席なしのまま終えることになった。なおマイナーリーグには1907年まで所属していた。1908年にグラハムはメリーランド大学の医学課程を終了。ミネソタ州チゾムで。 開業医となり、1915年から1959年まで40年以上にわたってチゾムの学校の主治医を務めた。1965年に87歳でその生涯を閉じる。地元では彼の功績を称え、グラハムの名を冠した奨学金制度が確立されている。1975年、W.P. キンセラがベースボールエンサイクロペディアの中から偶然、 グラハムの得意な経歴を見つけ出し、そのエピソードを1982年の著書、シューレス上に掲載した。この小説は、1989年に映画フィールド・オブ・ドリームスとして劇場公開され、人々にグラハムの経歴が広く知れ渡ることとなった。ありがとうございます。